今日はどこ行くんですか？今日ね、撮影しようと思ったんだけど雨降っちゃって、カートにね、室内カート。おー、室内カート。はい、カート楽しいしね、うん、ちょっとでもなんかこうやってみたいなとか、そういうの感じてもらえたらいいなと思います。はい、しげガレージです。今日はですね、あいにくの雨ということで室内でも遊べるカートに来ました。カートサーキットですね、ハーバーサーキット千葉インドア店に来ております。かっこいいよね、見た目。入った時点で興奮する感じになってます。興奮してる。もう中ね、入りたくてしょうがない感じなんで、早速行ってみましょう。行きましょう。初めての人はライセンスを申請しなければいけませんので、これを書きます。で、なんか講習かなんか受けるの？あ、なんか初めての人はあっちのビデオで見て、なんか注意事項とかルールとかを説明してもらって、それを見て走行しなければいけない。なるほど、うん。お願いします。はい、はい、1回3回でいいよね。3回、2枚じゃあ、ご登録できましたらお声かけしますので、展示でお待ちください。はい、お願いします。いや、楽しみだね。楽しみだね。ということでね、ビデオ見終わったんで、しっかりルールを守ってやっていきましょう。走行整理券の方、こちらでお預かりします。はい、はい、ではですね、こちら出ていただいて、足元ピット1枚お進みください。では目の前のカート乗り込んで準備をお願いします。では間もなくスタートになるので、前方のシグナルご注目でお待ちください。お疲れ様でした。第1走目のタイム22秒940。よっしだは24秒168。いやー、ちょっとね、21秒台行きたいよね、これね。22だから21秒入りたいね。あと1秒。普通の人はどのぐらいなんですか？分かんない。まあ24秒ぐらいなんじゃない。吉田は結構速い方なんじゃないかな。多分そう、ね、思うけどね。どこがポイントな。第2コーナーがのヘアピンが難しい。うまく回れない、あとね、上がって曲がる、ヘアピンで曲がるんだけど、そこが跳ねる、車体が跳ねるのと、あと最終コーナーも車体が跳ねるから、そこをどう跳ねさせないようにするか。跳ねちゃうと加速していかないから、いつまでも跳ねてて、ってなるから、そこを跳ねさせないで、って加速できれば、まっすぐストレートが長いから加速できるから、そこロスなくスピード乗れると思うんだよね。なるほど。そう、石田が苦戦したのはどこだっけ？ここ坂降りたところじゃないか。ここは張り付いた方がいいんだね。次こう行ってたよね。ちょっと探してた、どっちがいいのかなって。最後の方こっち行ったんだけど、張り付いた方がいいんだね。もう確実に次は21秒台行きたいね。行きたいけど、次はちょっと後ろから吉田突っつきたいんで、いかに臨場感出せるか。YouTube 的にね。そう、行きたいと思います。どの
のぐらいのタイムですか次は。22秒5、さっき22秒9だからとりあえず22秒5は切りたいね。22秒4。意気込みは倒します。まあちょい早くなったけどね。タイム出てたな。さっきより0.2秒。ちょっと前のやつ遅かったね。いやどうした？2走目。あのね、確かにさっきよりうまく走れたんだけど、やっぱりねまだ分からないポイントがあります。あのね、やっぱ跳ねちゃうね最後。悔しいね。22秒5は切れると思う。21秒台きついですね。ちょっとね今日はきついね。あと1回でしょ。あ、できついね。あとはあの減量ですね。プロ野球選手としてはちょっと増量しなきゃいけない。増量ね。じゃあ最終は吉田を茂が追い抜く、追い抜くことができたら焼肉です。はい、ということで3走目ですね。絶対抜きます。前方のシグナルご注目ください。これ審議必要かなと思って。出すか？出すか。資源抜いたよね。抜いた。でもその終わりってなる最終ゴールの時、僕の目には吉田の方が前にいたように見えたんですよ。ああ、だからあと2秒ぐらい残ってたからね。そうか。でも最終ラップのやっぱ結果になるのかなと思って。ちょっと言わせて言わせて。あれと思って、ちょっとビデオ判定言わせて言わせて。ちょっとビデオ判定の前に言わせて。1回抜いたじゃん。抜いたよね。うん、そう。いや、意外とあっさり抜けたから、もう一回いけんじゃねえかと思って。だから譲ったんだよ。そう。なんだそれお前。ナメックじゃん。ざ。まあ、最終ラップちょっとご覧ください。おお。ほらね。そう、ギリね。ギリ吉田の方が前にいた。吉田でしょ。吉田の勝ち。勝ち。おお。焼肉。ごそうす。始まったー。ごそうす。まあ約束ですからね。この世で一番ダサいって言われてるやつだよ。なめくして負けるみたいな。はい、ということでですね、ハーバーサーキット千葉インドア店来
来てみたんですけども、初めての方でも、まあ、乗れますし、すごく楽しめるところだと思います。雰囲気含めね。今日はね、このインドアカートということでやってみました。この動画が少しでもいいねと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラム、TikTok、Twitter もやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。来たよ、来たよ。ちょっと待って、受かったらどうなんの。ジュース、ジュース、よっしゃ。イエーイ。おい、スローインだよ、スローイン、スローイン。いやおっしゃー、やりました。いただきます。おざっす。Night and the winter heart cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes.